はい、それでは本日は1級土木施工管理技士の二次検定、令和2年の問い2番から問い11番までを解説していきます。この動画は聞き流し用となりますので、絵の説明はいたしません。通勤、通学、移動中、朝の身支度やお風呂に入っている時などにお聞きください。そして、本動画の資料に関しては140円で販売いたします。番組タイトル下の説明欄のリンクから購入していただければと思います。それでは早速、問い2番に入っていきたいと思います。建設発生度の有効利用。建設発生度の有効利用に関する次の文章の四角の E から法に当てはまる適切な語句を回答欄に記述しなさいという問題になります。1番、抗岩水肥の材料は、なるべく薄く敷きならしをした後、十分な放置期間を取り、罰期乾燥を行い使用するか、処理剤を E 調整し使用する。こちら、E に入るのが混合という言葉が入ります。こちらは罰期乾燥を行う。この罰期乾燥というものは、土をですね、丘などに掘り上げて土を乾燥させることを罰期乾燥と言います。このような土を乾燥させることを行うように使用するか、もしくは処理剤を混合調整し使用するというものが抗岩水肥の、敷き慣らした後の特徴になりますので、こちらもしっかりと覚えてください。続いて2番、安定が懸念される材料は、盛土のり面、炉の変更、ジオテキスタイル、補強盛土やサンドイッチ工法の適用や排水処理などの対策を講じるか、あるいはセメントや石灰による安定処理を行う。こちら、炉に入るのは勾配という言葉が入ります。盛土ののり面勾配の変更ということですね。この盛土ののり面の勾配がですね、微妙な場合に関しては、勾配の変更を行ったり、あとはジオテキスタイルと言われる網状の腐食で盛土を補強した布ですね。こちらで補強するか、あとは排水処理等を行って、この盛土の安定が懸念される場所に関しては、対策を行うというものが2番になります。3番、有用な現場発生度は、可能な限り刃を行い、土波土として有効利用する。こちら、刃に入るのは仮置きが入ります。有効な、現場で使える土ですね、現場から発生した土に関しては、可能な限り仮置きをして、そして土波土として有効利用するということですね。土波土というものは、のり面の土のことを言います。のり面の土として現場の発生度を使ってくださいねという問題になります。それでは4番、2のように砂質度や礫質度は排水材料への使用を図る。こちら2に入る言葉が透水性という言葉が入ります。なので水を透き通しやすいということですね。透水性の良い砂質度や礫質度に関しては、この水を透き通しやすい高い砂質度等などはですね、ドロドロになりづらいです。なので、排水材料としては、適しているため、このような透水性の高いものに関しては、排水材として使用されるという流れになります。それでは5番。やむを得ず、スレーキングしやすい盛土を、しやすい材料を盛土の露体に用いる場合は、施工後の圧縮、法を軽減するために、空気間隙率が所定の基準内となるように締め固めることが望ましい。こちら、穂に入る言葉は沈下です。施工後の圧縮沈下を軽減するためにというものになります。そもそもスレーキングという言葉が出てくるんですけども、こちらはですね、土塊や南岩が細粒化しバラバラになることですね。なので、でっかい塊がバラバラになるということになります。これがバラバラになるということはですね、圧縮沈下しやすくなります。なので、盛り土をせっかく作っても、ギュッと圧縮されて沈下しやすくなるので、このようなスレーキングしやすい材料を盛り土に用いる場合に関しては、施工後の圧水沈下を軽減するために定められた空気の量に締め固めるのが望ましいというもので今回の問題になっております。なので今回、穂に入る言葉は沈下という言葉が入ります。以上のことから、胃が混合、炉が勾配、葉が仮置き、荷が透水性、穂が沈下になります。続いて問い3番のコンクリートの混和材について解説をしていきます。コンクリートの混和材に関する次の文章の四角の E から法に当てはまる適切な語句を回答欄に記述しなさいという問題になります。1. E は水和熱による温度上昇の低減、長期材例における強度水増進など優れた効果が期待でき、一般には2種が用いられることで多い混和材である。こちら E に入るのはフライ足という言葉になります。このフライ足というものはですね、石炭を燃焼する際に生じる灰のことをフライ足と言います。こちらフライアッシュに関してはコンクリートを強化する役割の混和材ということですね。こちらの特徴といたしましては、長期強度が大きい、ワーカビリティが優れる、水和熱が小さい、水密性や化学抵抗性が大きい、乾燥収縮が小さいという特徴になります。そしてフライアッシュに関しては1種から4種まであり、2種が使用されることが多いというものが特徴になります。なので今回1番に関してはフライアッシュが入ります。続いて2番、
膨張剤は乾燥収縮や硬化収縮に起因するロの発生を低減することなど優れた効果が得られる。こちらロに入る言葉はひび割れが入ります。今回この膨張剤という言葉なんですけども、こちらはコンクリート内の粒子を膨張させる材料のことになります。この粒子を膨張させることによって乾燥収縮や温度変化に伴うひび割れの発生を抑制するということになります。セメント粒子や酸化カルシウムが水の中に入っているんですが、それを膨張剤をこの中に塗布すると水酸化カルシウムが発生し、粒子が膨張してひび割れの発生を抑制するという構造になっております。こちらもしっかりと覚えてください。続いて3番、歯微粉末は硫酸塩や海水に対する化学抵抗性の改善、アルカリ反応の抑制、高強度を得ることができる混和剤である。こちら歯に入る言葉はコーロスラグという言葉が入ります。こちらコーロスラグ微粉末というものがあるんですけども、こちらはこのスラグという言葉なんですが、鉱山から金属を洗礼した時に出る副産物としてスラグというものが出ます。こちら金属を洗礼する際に出る副産物スラグが鉱炉内で出るということでコーロスラグということになっております。こちらを吸冷して、そして粉砕して、コーロスラグの微粉末という形で、コーロスラグ微粉末が完成するということですね。こちらの特徴といたしまして、海水等に対する抵抗性の改善、アルカリ・シリカ反応の抑制、コンクリートの長期強度を増進する、水和熱の発生速度を遅くするなどの、特徴がありますので、こちらもしっかりと覚えてください。続いて4番、流動化剤は主として運搬時間が長い場合に、流動化後のにロスを低減させる混和剤である。こちらスランプロスという言葉が入りますので、にはスランプが入ります。このそもそもスランプロスという言葉なんですけども、練り上げられたコンクリートがどんどん硬化していくことを言います。なので硬化していく速度が速いか遅いかということになるんですけども、この流動化剤というものはですね、あらかじめ練り混ぜられたコンクリートの中に入れる混和剤になります。流動性、流れやすさを増大することが目的としております。なので、スランプロス、練り上げられたコンクリートが硬化していく速度を低減させるという特徴がこの流動化剤にあります。なので今回こちら、スランプロスという言葉になりますので、に関してはスランプが入ります。続いて5番、高性能法はワーカビリティや圧送性の改善、単位水量の低減、対当該性の向上、水密性の改善など多くの効果が期待でき、標準型と遅延型の2種類に分けられる混和剤であるという問題になります。こちらの問題、本に入る言葉 AE 減衰剤という言葉が入ります。なのでこちら 高性能 AE 減衰剤というものになります。この高性能 AE 減衰剤というものはですね、まずこの AE というものがエアエントレーニング、空気と流れに乗せて運ぶという意味になります。コンクリート中に微細な独立した気泡、エントレインドエアですね、連行空気を一様に分布させ、そして単位水量を低減させる、減少させる混合剤のことを高性能 AE 減衰剤と言います。こちら特徴といたしましては、ブリーディングレイタンスが少なくなる、そして対当該性が増す、そしてワーカビリティが良くなるなどの効果があります。そして標準型と遅延型の2種類に分けられる混合剤であるというものが特徴になりますので、この AE 剤も覚えてください。以上、今回胃に関してはフライアッシュ、ロがひび割れ、歯がコーロスラグ、2がスランプ、ほが AE 減衰剤となります。続いて4番、コンクリートの打ち込み、養生、締め固めについて解説をしていきます。コンクリートの打ち込み、締め固め、養生に関する品質管理に関する次の文章の四角の E からローに当てはまる適切な語句または数値を回答欄に記述しなさいという問題になります。1番、コンクリートを2層以上に分けて打ち込む場合、上層と下層が一体となるように施工しなければならない。また許容打ち重ね時間間隔は外気温25度以下は胃時間内にを標準とするということになります。この胃に入る言葉が 2.5 という言葉が入ります。こちらも暗記問題になるんですけども、打ち重ね時間間隔の許容時間なんですが、外気温が25度を超える場合は2時間120分以内、そして25度未満に関しては2.5 時間以内150分以内とするというものがこちらの施工所の留意点になります。なのでこちら数字の暗記問題になるので、この 2.5 時間という言葉もしっかりと覚えてください。続いて2番、ロが多いコンクリートでは、型枠を取り外した後、コンクリート表面に砂筋を生じることがあるため、ロの少ないコンクリートとなるように配合を見直す必要がある。こちら、ロに入るのはブリーディングであったり、ブリーディング水という言葉が入ります。こちら、ブリーディングという言葉なんですが、コンクリートを打設した後にですね、
セメントの骨材の沈下により水が表面に浮かび上がり材料分離する現象のことになります。なので骨材と水がコンクリート打設後にどんどん材料分離していき、骨材に関しては下に沈下し、そして水だけ上に上がってくる。その時に少し下、まあ、ちょっとした粒子がですね、まあ、粗骨材などの粒子が砂筋としてコンクリート表面に現れます。なのでこちらが生じないようにするために、ブリーディング水の少ないコンクリートになるように配合を見直す必要があるという問題が2番になりますので、こちらの意味もしっかりと理解してください。続いて3番、壁とスラブとの連続しているコンクリート構造物などではコンクリートは断面の変わる箇所で一旦打ち止め、そのコンクリートの刃が落ち着いてから上層コンクリートを打ち込む。こちら刃に入る言葉が沈下が入ります。沈下が、一旦落ち着いてから上層コンクリートを打ち込むという形になります。このようなですね、型枠が、まあ、例えばなんですけども、今回言われている問題、針とかスラブが一体化しているものに関しては、まずは、柱とか針のところで一旦コンクリート、延直方向の打設を一回これでやめないといけません。なぜかというと、そのまま打設していくとどんどんコンクリートが固まらずに、できていってしまうので、非常に品質の悪いコンクリートになります。なので延直方向と水平方向に関しては一回別物と考えてもらう必要があります。なのであらかじめ、針や、柱を打ってある一定の硬化時間を経った後に、水平のスラブのコンクリートを打設していくという形になります。なので延直方向と水平方向は必ず 2回に、しっかりと分けなければいけないという形になります。今回の問題、壁とスラブが連続しているコンクリートなどの構造物に関しては、そのコンクリートの沈下が落ち着いてから上層コンクリートを打ち込むというものが正解になりますので、刃は沈下が正解になります。それでは4番、コンクリートの締め固めにおいて棒状バイブレーターはなるべく延直に一様な間隔で差し込む。その間隔は一般に2センチ以下にすると良い。こちら50という言葉が入ります。なので一般的には50センチ以下にすると良いということになります。棒状バイブレーターをどんどん差し込んでいって、延直に刺して延直に引き上げていくんですけども、それをどんどん繰り返すわけなんですが、その繰り返す時の間隔ですね、ピッチとして50センチ以下が望ましいということになりますので、こちらの用語もしっかりと覚えてください。続いて5番、コンクリートの養生の目的は保状態に保つこと、温度を制御することおよび有害な作用に対して保護することである。こちら保は湿潤状態という、湿潤という言葉が入ります。コンクリートの養生の目的として湿潤状態に保つこと、そして温度を制御すること、有害な作用に対して保護をすることであるということですね。風や直射日光による乾燥ひび割れを防止するために散水養生を行い、コンクリート表面を湿潤状態にするということになりますので、この養生方法もしっかりと覚えてください。以上、今回イが 2.5、ロがブリーディング、ハが沈下、2が50、ホが湿潤という形になります。続いて問い5番に入っていきたいと思います。労働安全衛生規則に定められている事業者の行う足場等の点検時期、点検事項及び安全基準に関する次の文章の近くの E から法に当てはまる適切な語句または数値を回答欄に記述しなさいという問題になります。1番、こちら労働安全衛生規則第575条の8、足場における作業を行うときはその日の作業を開始する前に足場墜落防止設備の取り外し及び異の有無について点検し、異常が認めたときは直ちに補修しなければならない。こちら異に入る言葉、脱落という言葉が入ります。なので足場用の墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検するということになります。続いて2番、労働安全衛生規則第567条の2項、強風、大雨、大雪等悪天候もしくは炉以上の地震等の後において足場における作業を行うときは、作業を開始する前に点検、異常が認めたときは直ちに補修しなければならない。こちら炉に入る言葉は中震という言葉が入ります。中ぐらいの地震ということですね。なので強風、大雨、大雪などの悪天候のときもしくは中震、中地震以上の、地震が起きた後にはですね、足場が、もし異常が認められたら直ちに補修しなければいけないという問題がこの2番になります。続いて3番、労働安全衛生規則第559条、鋼製の足場の材料は著しい損傷、歯または腐食のあるものを使用してはならない。歯に入るのは変形という言葉が入ります。
なので構成の足場材料に関しては、まあ、損傷しているものであったり、腐食しているものおよび変形しているものは使用してはいけないという問題がこちらの問題になります。続いて4番、労働安全衛生規則第552条の4項の E、 仮設通路で、落下の危険のある箇所には高さ85センチ以上の2またはこれと同等以上の機能を有する設備を設ける。こちら2に入るのは手すりという言葉が入ります。なので仮設通路を足場で作った時にはですね、もし墜落の危険の恐れのある場所に関しては高さ85センチ以上に手すりですね、手すりまたはこれと同じようなものの機能を有するものを設けなければいけないという問題が問4番になります。続いて5番、労働安全衛生規則第563条の2項 E、 足場における高さ2メートル以上の作業場所で足場板を使用する場合、作業床の幅は5センチ以上で床材間の隙間は3センチ以下とする。こちら法は40という言葉が入ります。なので作業床の幅は40センチ以上確保する必要があるということですね。こちらも、暗記問題になるんですけども、高さ2メートル以上という言葉であったり、今回の作業床の幅の40センチ以上、そして床材間の隙間、アンチの隙間が3センチ以下となるようにしなければいけない、このような数値もしっかりと覚えてください。以上のことから今回は、イが脱落、ロが中心、ハが変形、ニが手すり、ホが40となります。続いて問6番に入っていきたいと思います。土木工事の施工計画作成時に留意すべき事項について、次の文章のイから法に当てはまる適切な語句を回答欄に記述しなさいという問題になります。1番、施工計画について。施工計画は施工条件などを十分に把握した上で、イ、資機材、労務などの一般的事項のほか、工事の難易度を評価する項目に考慮し、工事の路、施工が確保されるように総合的な視点で作成すること。こちら、意には、工程計画という言葉が入ります。なので、施工条件などを十分把握した上で、工程計画や資機材、労務などの、のものをしっかりと評価する項目にを考慮して、工事の、安全ですね、安全施工が確保されるように総合的な視点で作成することが必要になります。なので工事の路の部分に関しては安全という言葉が入ります。しっかりと安全を確保して総合的な視点でこの施工計画書を作成してくださいということになります。続いて2番、安全管理計画ですね。関係機関などの協議調整が必要となる工事では、その協議調整内容をよく把握し、特に都市内工事にあたっては、は災害防止上の路確保に十分留意することと書いてあります。こちら、はに入ることは第三者とか、公衆という言葉が入ります。なので都市内の工事にあたっては、第三者災害防止上の安全確保に十分に留意することが必要になりますので、このようなことも安全管理計画に、しっかりと、落とし込まなければいけないということになります。続いて3番、現場組織表について。現場における組織編成及び2指揮命令系統が明確なものであることという形になります。2に入るのは業務分担が入ります。業務分担であったり指揮命令系統が明確である現場組織表を作るということになります。続いて4番、こちらも施工計画についてです。作業員については、必要人員を確保するとともに技術技能のある人員を確保すること、やむを得ず不足が生じる時は施工計画、工程計画、施工体制、そして建設施工機械などについて対応策を、検討することという形になります。続いて5番、環境対策について。工事による作業場所およびその周辺の振動、騒音、水質汚濁、粉塵などを考慮した保対策を講じること、こちら環境保全という言葉が入ります。なのでこの環境対策といたしまして、振動であったり騒音であったり水質汚濁であったり粉塵などを、住民の方に迷惑をかけないように環境保全対策をしっかり講じることというものが5番になります。以上のことから今回は、イが工程管理、ロが安全、ハが公衆または第三者、ニが業務分担、ホが環境保全という形になります。続いて問7番に入っていきたいと思います。切り戸のり面排水に関する次の1から2の項目について、それぞれ1つずつ回答欄に記述しなさいという問題になります。1番が切り戸のり面排水の目的、そして切り戸2番に関しては切り戸のり面施工時における排水処理の留意点という形になります。この切り戸のり面排水なんですけども、まずこちらに関しては表面排水口というものと地下排水口の2つに分かれます。
まず表面排水口というものはそもそものキルドのり面の表側ということになりますね。表面なので、その表面に乗り方排水口であったり、一番上の乗り方排水口、そして小段の小段排水口、そして一番下の乗り尻排水口という形がで排水口があり、それを縦で一直線でつなぐのが縦排水口というものになります。まあ、このようなもので表面の排水をしていくというこの表面排水口、そして地下の排水口である地下から地下の地下水位から水をどん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 流していく地下排水口というものがあります。こちら例えば横ボーリング口と言われてですね、横にボーリングを打設して、そしてそこに、まあ、穴を作って地下水から地下水をどん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 、排水していくという流れになります。なのでこのような表面排水口であったり地下排水口というものが、の盛土のり面、切り土のり面の排水に用いられるということになります。のり面の崩壊の原因に関してはほとんどの場合がですね、地表水であったり浸透水が関係しています。湧き水ですね。なので、のり面の安定を確保するためには、水の処理が極めて重要であるということです。今回の目的1番に関しては、雨水や地下水によるのり面崩壊の防止をすることであったり、あとは切り土のり面、表面の浸食を防止すること、そして地下水を低下させるための切り土の崩壊の防止をする、このようなことが目的になります。今回の留意点といたしましては、乗り方、5段、乗り尻に排水口を設け、縦排水を用いて乗り尻まで流す、そして地下水から水平排水口を設け、切り土面の湧き水を排除する。そして最後の留意事項といたしまして、湧き水や排水の量を確認しながら施工し、排水量が多くなった場合は適切な排水設備を追加で設けるというものが留意点になりますので、こちらも参考にしてください。続いて8番に入っていきたいと思います。コンクリートの打ち込み後に発生する次のひび割れの発生原因と施工現場における防止対策をそれぞれ1つ回答欄に記述しなさい。ただし材料に関する記述は除くものとするという問題になります。まず1番、初期段階に発生する沈みひび割れですね。この沈みひび割れの発生原因なんですけども、コンクリートの沈下と凝結が同時に発生するため、コンクリート内のセパレーターであったり鉄筋がコンクリートに拘束されてひび割れが起こるということになります。コンクリートはですね、打設していくとどん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 下に沈下していきます。そして沈下しながら固まっていく、凝結していきます。それによって型枠の中に入っているセパレーターであったり鉄筋がですね、どん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 コンクリートが凝縮していくことによってどんどん拘束されていきます。それによってひび割れが、初期段階で発生する沈みひび割れというものが起きるということになります。こちらの施工現場における防止対策といたしまして、梁とスラブと延直面と水平面が一体となった構造に関しては、水平面手前で一旦打設を止め、1から2時間程度硬化した後に水平面を打つというものが1つ目、そして2つ目が仕上げ時にはタンピングによって生じたひび割れ部分を補修する、3つ目がコンクリート打設後一定時間を置いた後再度再振動しひび割れ発生を防ぐなどが防止対策としてありますので、こちらも参考にしてください。続いて2番、マスコンクリートの温度のひび割れになります。そもそもマスコンクリートというものはですね、マッシブコンクリート、マッシブというものは大規模な、コンクリートというものはまあコンクリートですね。なのでマッシブコンクリート、大規模なコンクリートということになります。質量や体積が大きいコンクリート、一般的には80から100センチ以上あるコンクリートのことをマスコンクリートと言います。このマスコンクリートの温度のひび割れの温度ひび割れの発生原因なんですけども、こちらはですね、体積が大きいコンクリートのため、表面は外気温にさらされて、内部は水和熱により暖かくなり、この温度差でひび割れが生じるということです。外は寒い、中が暑いという形で、この温度差でひび割れてくるということですね。こちらの施工現場における防止対策といたしまして、打設後は養生シート等でコンクリート表面を覆い、温度低下を遅延させる。2つ目、打ち込み時のコンクリートの温度は30度以下とする。3つ目、一度の打設高さは極力低くするなどが施工現場における防止対策になりますので、こちらも参考にしてください。続いて9番、盛り土の締め固め管理方式における2つの規定方式に関して、それぞれ規定方式名と締め固め管理の方法について回答欄に記述しなさいという問題になります。こちらそもそもですね、今回の問題に入る前に、盛り土と締め固めの目的といたしまして、そもそも盛り土というものはですね、斜面や低地を造成する際に土を持って平らな敷地を造成すること、これが盛り土の目的になります。そして締め固めの目的に関しては、
盛り土が崩壊しないように土を密な状態にすることが目的です。なので土を密な状態にして、盛り土が崩壊しないようにするために、品質基準を確保したり、施工方法を定めたりするという形になります。盛り土が崩壊しないように土を密な状態にする目的といたしまして、品質基準の中には最適含水比で最大乾燥密度で締め固められた土などがあります。なのでちょうど良い水の量の時に、ちょうど良い水の乾燥具合という形で最適含水比で最大乾燥密度に締め固められた土を作るという形になります。このような土を作ることによって安定した状態である、水の侵入による軟化であったり膨張を小さくすることができます。あとは、土の空気間隙を少なくして透水性を低下させます。そして強度特性を持つことによって荷重に対する支持力が、つくということですね。そして盛り土をした後の変形が少なくなるということ、完成後の圧密沈下が低減される、まあ、このようなことによって、盛り土を、強化するために、施工方法であったり、品質基準を定めなければいけないということになります。今回の1つ目の問題、締め固めの品質規定、1つ目が品質規定方式になります。こちら主として3つの方法があります。基準試験の最適含水比であったり最大乾燥密度を利用する方法、2つ目が空気間隙率または飽和度を規定する方法、3つ目は締め固めた土の強度変形特性を規定する方法、このように品質基準を定めます。今回の回答例といたしましては、品質の規定である空気間隙率、飽和度、強度、変形特性等を使用書に明示して管理を行い、締め固めの方法については原則として施工者に委ねるというものが1つ目、2つ目の具体例といたしましては、盛り土の品質を満足するように施工部位、材料に応じた管理項目、基準値、頻度等を適切に設定して日常的に管理を行うというものが2つになりますので、品質規定方式、こちらの、お話の内容もしっかりと覚えてください。続いて、工法規定方式になります。こちらは機械の機種の選定であったり、巻き出し圧、締め固め回数など施工方法に関する問題になるということですね。こちらの、留意点といたしましては、こちらの、説明といたしましては、使用する締め固め機械の機種、巻き出し圧、締め固め回数など工法を使用書に規定し管理するということになります。2つ目、トータルステーションや GNSS 衛星測位システムを用いて締め固め機械の走行位置をリアルタイムで計測し、盛り土地盤の転圧回数を管理する、このようなものを具体例として書いていただければよろしいのかなと思います。なので今回の問題、工法規定方式と品質規定方式の締め固め管理の方法について、このようなことを参考にしてください。続いて問い10番に入っていきたいと思います。建設工事現場における機械掘削及び詰め込み作業中の事故防止対策として、労働安全衛生規則の定めにより事業者が実施すべき事項を5つ回答欄に記述しなさいという問題になります。ただし回答欄の例と同一内容は不可とするという問題になります。こちら13個ほど羅列させていただきましたので、一つずつ読んでいきたいと思います。まずは、車両系建設機械の使用に関わる、危険の防止対策ということですね。あらかじめ当該作業に関わる場所についての地形、地質の状態を調査し、その結果を記録しておく。当該作業に関わる場所の地形、地質の状態等に応じた車両系建設機械の適切な制限速度を定め、それにより作業を行う。車両系建設機械の転倒または転落により労働者に危険が恐れのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させる。運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生じる恐れのある箇所には労働者を立ち入らせてはならない。車両系建設機械の運転について誘導員を配置するとき、置くときは一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせる。車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者にバケット、ジッパー等の作業装置を地上に下ろさせなければならない。車両系建設機械を用いて作業を行うときは、車両席以外の箇所で労働者を乗せてはならない。当該車両建設機械の構造及び材料に応じて定められた負荷させることのできる最大荷重を超える荷重をかけて作業を行わない。以上が車両系建設機械についてです。次が掘削作業等における機械の防止、危険の防止になります。
地山の掘削及び土留め証拠を作業主任者技能講習を終了した者のうちから地山の掘削作業主任者を選任する。明かり掘り掘削の、作業を行う場合、地山の崩壊または土石の落下により労働者に危険の及ぼす恐れのあるときは、あらかじめ土留め証拠を設け、防護門を張り、労働者の立ち入り禁止をする等の当該危険を防止するための措置を講じなければならない。運搬機械、掘削機械及び詰め込み機械の運行の経路並びにこれらの機械をの、土石を積み下ろしの場所へ、出入への、方法を定め、これを関係者に周知させる。明かり掘り作業を行うときは、物体の飛来または落下による労働者の危険を防止するため当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。明かり掘り作業を行う場所については、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。以上の項目を参考にしてください。続いて問11番に入っていきます。建設工事に伴う騒音または振動防止のための具体的対策をについて5つ回答欄に記述しなさい。ただし騒音と振動防止対策において同一の内容は不可とする。また回答欄の例と同一内容は不可とするという問題になります。こちら建設工事に伴う騒音防止対策技術指針、国土交通省のホームページより一部群発している内容になります。掘削はできる限り衝撃力による施工を避け、無理な負荷をかけないようにし、不必要な高速運転や無駄な空ぶかしを避け丁寧に運転する。運搬車の選定にあたっては、運搬量、投入台数、走行頻度、走行速度等を十分に検討し、できる限り騒音の小さい車両を使用する。建設機械等は設備不良による騒音、振動が発生しないよう点検設備を十分に行う。作業待ち時には建設機械等のエンジンをできる限り止めるなど騒音、振動を発生させない。防音パネルや防音シートを設け騒音負荷を軽減する。掘削、詰め込みにあたっては 低騒音型の建設機械を使用する。ブルトーザーを用いて掘削押し戸を行う場合、無理な負荷をかけないようにし、更新時の高速走行を避け丁寧に運転する。以上のような項目を、参考にしていただければと思います。以上、今回、2番から問い10番までを解説させていただきました。こちらの資料が欲しい方に関しては、番組タイトル下の説明欄の方に PDF が、のリンクが記載されてありますので、そちらからご購入していただければと思います。では今回はこれで以上とさせていただきます。ありがとうございました。